のにめっちゃ暑い。やばい。こんばんは。珍しいよね、こんな時間に。こんな時間にやるなんて配信。珍しいでございます。こんばんは。めっちゃ久しぶり。マイメロ、あ、そう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 。マイメロ、なんか、掃除したら出てきたから、可愛くない？そう。魚丼もいるんだけど、なんか今、魚丼今ちょっと汚い。ちょっと魚丼汚いけどね。ちょっと掃除しよう。みんな元気？よし。こんばんは。なんかさ、昨日買ったリップがさ、今ない、ない。ちょっと。なんで？今すごい探してるんだけどさ、え、ないの？なんでないの？本当に。なんでないんだろうね。どこにあるんだろう。マジでリップがないわけ。疑問だ。はっ！あった！よかった！そう、まあなんか昨日撮影があったんですけど、なんかそれでなんか撮影があるからと思って、リップクリーム大好きな、リップグロスっていうのかな、大好きなリップグロスが洗濯機の中に落ちてったので、新しく買わなきゃと思ってセザンヌでこれを買ったわけですよ。この前日、撮影の前日に。なんだけどこれをなんかなんかコートの中のポケットに入れてて、でその撮影日の当日は違うコートで行ったので、なんかこれをね忘れたんです、その撮影のために買ったのに。そう、まあだから今開けたんだけど、そう、このリップ3個目、なくしすぎて3個目なんですけど、そうだからこれをね使いたかったんだけど、でもそう、うわやべえ忘れたってなったから買ったんですね。ちょっとなんか松木用なんか松木用のシールが貼ってあるんですけど、まあ気にしないでおいてください。なんかこういうやつを買ってみた。ペリペラインクムードグロイティント05番、どうしたのチェリーすごい名前がすごいね。どうしたのチェリーだって。すごい爽やかなムードで染まる清楚なツヤティント。もうこれめっちゃ良くて、そうなんかこういうやつなんだけど、そうこれを急いで買いました。ちょっとせっかくだからつけるね。なんかそうですね、本当になんかキャワタンって感じ。パッやっぴっぴ。そうだからね、これを変えたからルンルンで撮影できたんですけどそうなのね。ちょっといいよね。このリップはまた今度使おうと思います。まだ何も使ってない。使う時が来たら使おう。ってことでリップが増えた磯部ルアでした。ごめんね、ちょっとフライング配信しちゃって、5時半からとか言っときながらちょっと早めに配信始めちゃってる。どうしたのルアちゃん、なんか今日テンション高いんだよね。みんなお元気ですか？みんなお元気かな。ルアちゃんめっちゃ元気、尋常じゃないほど元気で、なんか自分でもびっくりしてます、うん、みんな元気？そう、今日に撮影がありました。今日雰囲気違う。え、本当にマジ何も変えたつもりないんだけどなんかいいことあったな何もないえ、なんかこんなテンションなんです。そうなんか、そうなんだよね、なんか家族もみんなわかんない、兄しはわかんないんだけど、そう結構ねなんか風流行ってるよね。そうだから みんななんか全滅してるからこそ多分私が元気なんだと思うね。そうみんな元気かな、大丈夫みんな、私も気をつけます。そうみんなで気をつけよう。
そう、なんかメイクもしちゃったちょっとこの後仕事があるので、だからこの時間に配信してるんですけど、そう、なんか今あれだよね、なんか学級閉鎖とかも流行ってるらしいですね。そうそうそう、小学校とかさ、らしいですね。弟もそうだからさっきさ、弟が iPad 見てて、まあそのなんかあるじゃないですか、なんか配られるじゃん、そう、なんか今ってさ iPad とかそういうやつがあるから、だから何見てんのかなと思って弟の iPad 覗いたら、なんか献立表見ててね、なんで献立表見てんのって言ったら、なんかこれが食べたかったその食べたかった給食のメニューがあったらしいです、はい可愛いなと思って、うん、ね、いや、そう、なんか今の時代 iPad に献立表が配られるらしいです。びっくりだよね。ルアの時、ルアもギリギリかもしれない、ギリギリ献立表配られたかも、なんか見てないけど、そう、なんかルアはなんか今日何かなとか、なんかめっちゃ楽しみにしないタイプだったから、もうその時のお楽しみみたい、開いてお楽しみくらいのレベルだったから、そうだけど弟はなんか、そう、なんか献立表を見て、そうでね、なんか苦手な、弟すごい結構苦手なあの食べ物あって、そう、苦手なのがあるともう泣きながら学校行ってるんですけど結構感情豊かでして弟くんは、そう、うん、ね、でもなんか珍しく食べたかった給食があってすごいショックを受けてました。頑張って慰めたけど、でお腹空いたねって言って、で本当にルアシはご飯作れるわけないから、ご飯白米ポーンってよそってふりかけかけて、で、食べました一緒に。のりたま食べたんだ。のりたまわかる、みんな。めっちゃ美味しいよね。そう、そういうのを、さっきの5時10分とかにそういうことをしていました。そう、なかなか今日はなんかいろいろありました。ゆかりも好き。あ、いいね。で、給食って懐かしくない、やばいよね、超いいな。私の好きな給食何だったんだろう、え、なんだろうね、好きな給食、みんな何だった、なんか定番だと揚げパンとかやってるけどさ、私あれはあれなんだよね、なんかすごいなんか顔にいろいろついてうまく食べれないから一人で食べる分にはいいけど、そう、なんか常に 見られてると思いながら給食食べてたから、誰も見てないのにめっちゃ丁寧に食べてたな、懐かしい。ちょっとテロップ書きますね、いつもこの時間に配信してないし。ソフト麺懐かしいね、ソフト麺懐かしい、いいね、うん、ご飯が残ると先生がふりかけおにぎりにしてくれた。え、そんなことあったんだ。すご。いいね。ふりかけあるとなんか断然なんか変わるよね。うん。ABC スープあった。え、なにそれ。なんか選べんの？クラムチャウダー、いいね。なんかルアは、あのね、特別なやつだと、なんか、給食が選べるみたいな、そう、給食選べるみたいな感じで、がデザートクレープかアイスかみたいな、なんか3種類くらいデザートあって、それでなんかこれがいいみたいなチェックつけて、でなんかその日は、あ、そう、セレクト給食っていうのが、それセレクト給食みたいなやつがありました。そう、あれ良かった、
必ずクレープにしてたけどねそうラーメン、え、すごい、やっぱり地域によって給食って違うんだ。ソフト麺くらいしかなかったな。ラーメンあったっけ、覚えてないそうね、いいよね。ローマ字の形したマカロニみたいなスープが入って、えー、なんかそんなのあったっけ、なんか覚えてない、やばい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 。地元っぽいメニュー出る日なかった、あったかもしんない、なんかってなんかあったかも、これは郷土料理ですみたいな、あったあったあった、なんかたまに、そう、七夕ゼリー好きだった。あーいいよね、星のやつでしょ星のやついいよね、うん、結構給食はそれが好きだったかもな。のっぺとか、のっぺ出てた気がする、うん。パンとかも出てきたし、そうですね、なんか楽しかったなあの時はなんかあと、なんかね、小学6年生とかになると、あのなんだっけ、なんか自分で献立を決めるみたいな授業があって、そう、それでね、あの決めてたんです、自分で献立を、なんか好きなやつとかメニューとか、あとバラン栄養バランスとかがあるから、それを考えながらやってたんだけど、そう、私は結構ね、ちゃんと栄養を大事にやった気がする。そう、でもなんか友達が、その時の友達がなんかすごいなんか悩んでて、なんかとりあえずなんか人気なやつを入れようみたいな感じになったらしくて、そうね、そう、それでなんかみんなで考えながらやってたんだけどそしたらそしたらそれがなんか選ばれちゃって、なんかそれが実現しちゃったっていうその友達が考えた献立を食べた日もありましたね、うん、なかなか面白い、うん、そういう授業もあったの、本当に懐かしいなんかシャキシャキサラダとか食べたかもしんない、わかるかな、みんなシャキシャキサラダってやつ超おいしい、超おいしい、じゃがいものやつ、うん、おかわりじゃんけんガチで、あーるわね、じゃんけんは入らないタイプだったな。そう、なんか先生になんか、なんか飲みなよみたい言われたら飲むタイプ、なんか全然なんかね、飲めるんだけどそこにはいかないみたいな、そう、そういうタイプだったなそう、なんか それをしてるより、なんかね、そのじゃんけんしてる時ってだいたいそのね、昼休みの時間帯とかだったから、私昼休みガチ勢の鬼ごっこガチ勢だったので、なんかもうそんなことしてる暇もなく、もう急いでもう片付けて、急いで体育館行って鬼ごっことかしてた意外と体育会系だったかもしれない小学生は、うん、縄跳びタイムってあった、何それ縄跳び大会あ、縄跳びタイム、わかんないの、でもなんか朝学習が縄跳びの時があったなんか縄跳びカードみたいなの渡されて、なんか二重跳びなんか何回できたかみたいなのをなんか 毎日書いて、そう、なんかここになったらレベルなんか上級者みたいな、 中級者みたいなのがありましたね。あれガチ勢で結構上級者行ってました。ん、あ、15分経過しました。451日目、ありがとうございます。冷凍みかんのジャンキーは白熱してた。あー、冷凍みかんあったな、うん、クラスで余ったチーズ私のところ置かれてたんですすごい、でもなんかそういう人いるよね、なんかそう、いたなるわ、
いい水曜日を。こちらこそだね、今日水曜日で、すいすい水曜日だ。もうちょっとでクリスマス。そう、朝学習に二重跳びとかしてた朝から元気だよね今だったらもうそんなことしてる場合じゃない、本当に。そう、寝ながら縄跳びでは今だった、小学生だったからできたことで。交差二重、後ろ跳びがいける交差二重、うん、今は分かんないけど。でも前跳びがね、あんまり苦手だった気がする。できたけどね、多分できてたけど、後ろがすごい得意だった。後ろ跳び苦手なのに後ろ交差がすごい得意で、なぜか。そう、なんかそこだけすごいなんかこなしててでも後ろ跳び本当に苦手、マジでできない。もうなんか体曲がりながら飛んでるから横から見たらエビみたいになってる絶対。うん、なんかすごい今日いろんな人が来てくれる、ありがとうございます。こんばんは。今日はどうしよっかな、7時くらいまでやろっかな。うん、あんまり時間決まってないけど7時くらいになったら終わろうと思います。ちょっとロング配信かのガチだった。でもね、ちょっと待って、その時はその時、今は本当に運動神経悪すぎるから。交差二重跳びとかって、はやぶさとかツバメって名前、なんかツバメなかったな。交差二重は交差二重だった。いいね、懐かしいね。そう、懐かしいね本当に。あー、給食食べてみたい。また今はママ氏の愛情たっぷりお弁当を食べています。こんにちは。クリスマスケーキっていつもどんなケーキ？クリスマスケーキ？なんだろうな。なんかね、本当に時と場合によるんだけど、なんかみんなでせっせと作る年もあれば、普通に買う時もある。うん。なんかどっかのところに頼んで、ちゃんとしたケーキ。なんかそう、なんていうのあれ。なんか普通のケーキ屋さんのケーキとかじゃなくて、なんだろうね、ケーキ屋さんのケーキなんだけど、オーダーみたいなのもあった気がする。うん。今年は分からないな。なんだろうね。今年は、もしかしたらおばあちゃんと一緒に、そう、ハッピークリスマスってなるかもしれないけど。そう、作るのすごいよね。そう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 。なんかママがすごい作るの好きで、そう。7時からお仕事、いや、そんなすぐじゃないよ。うん、そう、まあ、だけどお仕事があるので、だから今この時間に配信してます。暑いな、ちょっと。でもどうしよう、ここで暖房を止めたら絶対後々寒くなるよね。まあ、20度なんだ。どうしよう。そう、なんかね、ママね、一人で生クリームっていうか、クリーム作って、そう、それでなんかパン、普通の何これ、白パンだ、なんだっけ、あ、食パンにクリーム乗っけて食べるとか、そういう優雅な朝を迎えた時もありましたね。ママ結構好きなんだ、そういう作る系。私はでもそう、本当にできないから、うん、羨ましいよね。そっちの天気どう？あ、最悪です多分。待って、今日外出てない。あ、そう、もう見えないんだった、外見えないんだけど、多分やばいと思う。うん、なんかね、本当に雨降ったり雪降ったりみたいなのを繰り返してる状況ですね。そう、なんかね、気づいたらザーみたいな気づいたらすごい外からすごい音が聞こえるみたいな。そうそうそう、本当にやばいよね。
チーク可愛いと思ったけど難毛だったの。ううん、チークはしてる。でもそう、なんか今日ねチークの位置をちゃんとしたんだけど、なんかこういうねあの赤いチークなんだけど、なんかいつもね本当にもう適当にここら辺なんかついてればいいやみたいな感じだったんだけど、今回はなんかこのここら辺その真ん中じゃなくてちょっと目に近いこの目の端あたりにつけるようにしてみて、そう意外とうまくいったんだ。まあでもあったかいからっていうのもあるかもしれない。うん、でもすごい今暑い。明日大雪らしいから何時に栄養でよかった。あ、明日公園ですね。そうだ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 、確かに。え、でも絶対やばいと思う。そう、うん、雨、雪降んなくても多分雨とか降っちゃう気がするし、本当に安全に。そう、夜公演だからさ、無事みんながお家に帰ることを本当に願うばかりなんだけど、うんうんうん、みんな気をつけて来てください。明日来てくださる方よろしくお願いします。いつもと雰囲気違って可愛い、ありがとうなんで違うんだろう。え、どこがどう違う。みんな普通に服も普通だしいつも今日ずっと着てた服だし、メイク普通だし、なんだろう、ありがとう。リップかなえ、本当にどこ行った。このリップなんかすごいんだね。ちょっともう一回つけよう。前髪綺麗、ありがとう。チーク、ハンギョドン、そういうこと、ここら辺かな。ちょっとルアがマイメロ、マイメロは本当に珍しい。あ、ちなみにルアはね昨日ね前髪ねあれなんだ、1時間かけて切りましたやばいよね、気づいたら1時間で、そうやべーってなって急いで、そう準備して急いで外出たんだけど、そうなんか前髪で全部なんか時間が奪われました、昨日は。前髪、そう前髪めっちゃ時間かけた。ここにあるかな、そう赤ちゃん用バサミで切りました。そうこれは必須。なんかね赤ちゃん用バサミは普通のハサミだとどうしてもギザギザしちゃうから、そうだけどこれできると本当にまっすぐ切れるから、そうだからそれでなんかいろいろこだわりがあって、なんか斜めったりでも結局斜めったんだけど、そうもう時間切れでもう無理だってなってもうそのくらいこだわりがあって、あとね、あとみんな気づ、さすがに気づかないかこれはさすがにこれ気づかないか、まあまあいい、まあいいや。そうここをちょっと切りました。うん、本当はルアちゃん姫カットにしたかったんだけど、まあでもなんか姫カットの自分が似合うかどうかわからないから、とりあえずなんか切ろうと思ってちょっとだけ触覚を切りました。うん、本当にちょっと2センチくらい切ったかな。うん、だからそのくらいですかね変化は。うん、え、でも本当に暑いかもしれない。ちょっとさすがに19度にします。こんにちは。姫カットだと一生柄とかは絶対そうだよね、変わるよね。ここら辺バッサリ切るってことでしょ。車の中温まらない、本当に暑いね。ねえ、ウシトラウンタツミ切ってみてね。切りたいのら本当は本当は姫カットにしたい。あ、そうだ、ちょっと待っててね、ちょっと待ってて、普通になんか喋ってよ。うわ、待って、嘘でしょ。今日早いし、そうです、早い。
逆に夜できないから今するね配信。今 iPad の充電が切れてた。みんなにね聞きたいことがあるんだ。自分ではもう優柔不断でな、あの決めれなかったことがあるから、それをどうにか決めていただ。いや待って本当に安いかもしれない。切ろう。そう。なんかさ、なんかなんだろう、いつもはこの時間帯に配信してもなんかあんまり、そうなんかなんだろう、みんなが来ない印象があったんだけど、すごい今日はなんかめっちゃ集まってるかもしんない。ありがとうございます。たまたま、あやばい 1% だ。よいしょ。わよいしょ。みゆさんのイベント流れ、あそういうことか。でみゆさん配信しら、ん配信してましたよね。ラーも見てた最初。そう今日からビスイベントが始まるらしくて、頑張ってくださいみゆさん。決勝ですよね。頑張ってください。 NGT から一人だから、はい、応援しています。お電源ついた。でまた切れる気がする。あのね、あれなんだ、あの今携帯ケースをね変えたいと思ってて、で何の携帯ケースにしようかって思った時にちょっとねすごいいいのが見つかったんですよ。だけどその色がどっちがいいかなと思ってて、それをね悩みに悩みまくって結局決められなかったから、みんなに決めていただきたい。だけどちょっと待ってね。こんばんは。ワクワク、そうだね、ワクワクワク。やばい iPad が何も動かない。やばいね。頑張っていただきたい。頑張れ。哺乳瓶じゃなくて、あ哺乳瓶リレカでしょ。そうリレカがね、そう携帯を変えて、でなんかあの哺乳瓶のあの携帯ケースに今してるらしいね。めっちゃ可愛い。え待って、 Wi-Fi 繋がらないんだけど、どういうこと？え全然どういうこと？待ってこれみんなに見せられないパターン、ちょっと待って。え何？待って意味わかんないんだけど、どうしよう。ついに iPad 壊れた。もう別に壊れる準備はできている。壊れた。あ来た、キャ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 、ちょ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 、気長に待っててください。オッケー。なんかそう、え iPad あるとすごいなんか目にダイヤが入ってるみたい。これがないとなんかなんもない。すごっ。マルかな。あ、あれどこだ。あ、あった。みんなお待たせいたしました。よいしょ。みんなみんなお待たせいたしました。あのですね、そうあの携帯ケースで悩んでるんですけど、こういう、あめっちゃ見えるね、どうしよう、待って。こういうピンクのスマホケースか、これピンクなんですよ、これピンク
ピンクのスマホケースか。そんなに差がないんだけど、こういう黒のスマホケースか、どっちがいいと思いますか？どっちがいいと思う？みんな、ロエちゃんめっちゃ迷ってるんだよね。弟とママに聞いたけど、結局ね、そう、弟はピンクって言ってママは黒って言うから結局決められなくて、元のスマホの色、あ、元のスマホの色はなんだっけ、黄色なんだけど、でもどっちにしろ黒にしても黄色、ピンクにしても黄色はすごい何、ちょっと 色を邪魔してしまうので、それも隠そうと思ってる。そうだから、もう携帯の色は何も気にせず、ピンクかな、ピンクかな、迷ってるな、両方こん高いんだよこれ1個5000もする。うん、しかもさ、やっぱり年末だからさ、なんだろう、すぐ買わないといけないじゃん。そう、ケイトスペードっていうブランドなんだけど、そう、このここのスマホケースに一目惚れをしてしまって、うん、ずっとスマホケース悩んでたから、黄色とピンクの水図カラー、夏希ちゃんね、そうだよね、サイリウムカラー、そうだよね、投票だ、そうだ、今黒、そう今黒なんです。そう、じゃあちょっとやってみるか。1ピンク1、じゃあ1ピンク2黒、携帯ケース1ピンク2黒どっちがいいかな、本当にどうしよう、本当にどうしよう、1ピンク2黒、うーん、1ピンク2黒、どっちがいいかな。ちょっとこのあと即ポチッとしようと思います、配信終わったら。どっちがいい？なんか1が多いねじゃあピンクかな、女の子らしくピンクがいいよね。よし、じゃあすごいたくさん投票ありがとうございます。え、嬉しい、そんなに見てください、すごい、ずっとある。じゃあそろそろ終わろうと思います。ありがとうございました。ポチッ、えダントツピンクだ。じゃあなんか決断が、決断できる、ピンクにしたいと思います。やった、ピンクにするね。よし、よっしゃ、なんかみんなに聞いて、かなんかパッターンってピンクに票が入るとなんか決断できる。じゃあピンクのスマホケースにしようと思います。みんなありがとう、投票、これで迷ってたんだよね、すごい良かったね。最近ね、すごいピン、いやピンクとかの色にまたハマっちゃってそう、最近ねまたなんかすごいフリフリの服とか、フリフリの何、小物とかすごいなんか見入っちゃって、最近またそのブームが入ってます。もちろん絵めぐり好きなんだけどね。そう、最近だとメゾンドフルールっていうお店がすごい最近好き。うん、今度お洋服も買ってみようと思います。テテテイのテイ、こんばんは。なんか切ったらいい感じになった。うん、よし、ピンクもいろんな色ある。そうだよね、何色ある、200色くらい200色くらいあるのかな、200色あんねんって感じかな。
サンタさんにお願いします。いや多分サンタさん来ないんだよね。弟は来ると思う。弟はサンタさん来ると思うよ。お手紙書いたらしいし。てかなんならなんなら知ってる知るわ。めっちゃ弟豪華なんだよ。ちょっとねクリスマス過ぎたら言うね。うん、なんか昨日ママが話してくれたんだけど、なんか弟が丸々欲しいって言ったらしくて、そう、それがすごいすごいあのお高かったらしいんですけど、でもなんかパパがポチったらしくて、ちょっと衝撃だと思う。私は衝撃だった。うん。いやそんなにってかもしれない。あやばいハードル上げすぎたわ。そう私にとってはえと思った。そう。あ待ってこれ弟やばいね、ちょっと待って。いやそうそうですね、サンタさんがうんちょっと待ってよ、うん違う、パパはポチってないです。パパはポチってない、あのサンタさんが、そうサンタさんが持ってきてくれるらしいです。はい、言い直させていただきます。全然全然パパポチってない。うんうんうん、やばいやばい、全然全然そうだね気にせず喋ってたんだけど、そうサンタさんからサンタさんから聞いた。そうなんか特別にね、そう、うん、誰もちっちゃい子供見てないよね、うん、あそうサンタさんポチったそうだね、25日に来てくださいっていうお願いをね、そうしたって感じかな、うん、そうですね、はい。で私は多分来ないかな。弟見てたらやばい、多分弟大丈夫、 YouTube とか見てると思う、うん、バブバブーが見てるよ大丈夫、いないよね。いたらね、全然なんか今か架空の話だったから、うん、ルア何が欲しいかな。サンタさん来るとしたらね、なんだろう、今すごいお部屋掃除の人が欲しい、うん、お部屋掃除の人が欲しい。だからサンタさんなってくれないかなあそうだね、サンタさんだってアマゾン使う、そうだよね。あサンタさんはそのサンタさんだって買うもんね。そうかそうなん、買う、うん、そうサンタさんだってアマゾン使うし大丈夫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 ナミヤ到着、落ち着いてコメントできる、ありがとう。コメント、サンタさん有馬記念の当たり馬券をください競馬ですかもしかして清掃屋にお願いしましょうそうですね、はい、まあ、年末だからさすがにね、こんな部屋で新年を迎えるわけにはいかない、うん、絶対に掃除してみせますね、頑張ろうね頑張ろうね。ちなみにみんなのお部屋って綺麗なんですか、うん、でもガサガサ言わなくなったと思う。そうなんか足元のね風船がね全然なくなったんだ。習字って用意してんの、うん、でもね用意してなくても多分探ればそう出てくるから、そうなんかもう習字道具みたいなのがあるから、そうもうあるんだ常に。汚いですね門松飾る、えまだあるんだ門松。そうなんかね門松、ま、なんか去年か前回の習字配信
書道か書道配信は門松をね買ってそれを横に置いて配信してたんだけど、そうそれがまだあるからまた今回もそうやろうかと思ってます。どれくらい早く汚いか見てみたい。絶対無理なんかね 80% いや、うーん、でも足場はあるんだよ足場はあるから歩けるの、全然歩けるんだけど、なんかそう畳2枚分くらいがあの服で埋まってるって感じ。出かけなくてはバイバイ、ありがとうございました。気をつけて行ってきてね。そうみんなほこりあんの、いやそんな感じの汚いではないかな、そうなんかそういう感じではないんだけど、でもなんか物が多い、物が畳2枚分かんない、畳分かんないからどのくらいなんだろうね、畳どのくらいなんだろう。あそうだねだから絶対に綺麗にさせてみせます。本当に人からのもらい物とか絶対捨てれないし、なんかそう昔使ってたこれとか古いノートとか、そう前の自分が頑張ったからってなってとか、あといつか使うかもとか思っちゃって残しちゃうんですね全部。本当にできない、 A 型とは思えない部屋の景色です綺麗にさせてみせ、そうだよね、そう早くみんなに見せたいよ、見せたい気持ちは山々あるんです。はい、そう山々あるんですよ。ただいま配信中、これ初めて配信で出したかも、これ生誕の時にそういただいたディスプレイのやつです。片付けられないに一票片付けられるよ、頑張るよ。最悪もう家族に助けてもらう。え、うわそうだケープしてないんだった、びっくりした。まあいいや、本当になんか暑いんだけど、なんでだろう。ママに手伝ってもらうに一票、まあそうだよね。インドネシア書きました、ありがとう。なんかすごいインドネシアの方がすごいさっきから見に来てくださる、ありがとうございます。てかさ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 、なんかさ、なんかさ急にさ急になんかこれが出てきたよね、なんだっけな、この旗みたいなやつ、なんかさコメントマークとかさギフトとかのさそういう欄がある中でさ、なんかさこの旗みたいなやつあるじゃないですか、なんかわかる、配信画面になんかそういうのがあるんだけど、何これ、いつからできたんだろう、昨日とか。そうなんかイベントとか、なんか現在参加中のイベントはありませんって書いてあったり、支援ゲージみたいなのがあったり、ね、なんだろうこれ、なんだろうね、面白いねこれ、なんか新しく、そうなんか何も言われてないからさ、急に出てきてなんだこれと思って、そうなんかあ過去になんかイベント参加したのも多分出てくるんだよねこれ、うえー面白い、そう過去にいるわね、イベント参加したんですけど、なんか順位とかさ、あとそのなんだろう、貢献者とか、そうあ支援者なんだっけ、なんかそういうのもあるじゃないですか、
ね、面白いね。でもこれこういうのあるといいかもね。結構なんかなんだろう、あんまりこの人わからないなって、どんな人なんだろうって思った時にさ、はい、こういうイベント参加してたんだってわかりやすいじゃないですか。いいと思います。うん、すごい面白い、面白いのが出てきましたね。これ見てまた振り返れるし、うんうんうん、よいしょ、またイベントあるから。そうだね、そう、俺もね、そのビッシュさんのイベントっていうか迷ったんだけど、でもあの結構直前にあのシーンさんのイベントに参加させていただいてて、そう、それが終わってからなんかそうビッシュさんのイベント始まりますって言われて、あ、この前終わったばっかりと思って、そう、出たかったんだけど、でもやっぱりそうみんなのことも考えて、そう、負担とかもやっぱり、そう、やっぱり配信イベントとか参加してるとさ、そう、やっぱり頻繁に配信を見に来ないとっていう方も多分いらっしゃると思うから、だから今回は参加しなかったんですけどね、また会って参加したいと思ったらしたいと思います。なんか寒くなってきた。うーん、なんか寒くなってきたよ、ルアちゃん。まあまあいっか。よし、じゃあ運動しよう。運動すればいい。わ、ごめんなさい。ほうほう、よいしょ。冬はそうだね、そう、新潟は一切暑くありません。エアコン暖房をつけた時は暑くなる時があるんですけど。じゃあちょっと早めにこれやっとこう、なんか忘れると悪いから。じゃーん、今日も今日とてアドベントカレンダー開けたいと思います。じゃ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 ーん、じゃあじゃあじゃあじゃーんってことで、今日は20日、うん、あ、あった、右上にありました、これです。何が出ると思う？なんかルアの予想は、うーん、ベルとか出ないかな。ベルちゃんがベル を食べるみたいな変な感じなんですけど、いや、なんかそういうの出ないか。もう出たっけ？てか出てないか、まだ。待って、ちょっと開けれない。欲しい。あーね、いただきます。お、あ、あ、なんだっけこれ、杖、なんだっけこれ、なんかあるよね、こういうなんかさ、イラストとかにこういう傘みたいなさ、なんか杖みたいなあるよね。これが出ました。さすがクリスマスっぽい。いただきます。今日も京都で可愛いイラストです。あ、ステッキか、ステッキか。いただきます。うんうんうん、ヨミン、ん、あと残りは4回ですね。もうちょっとで終わってしまう。めっちゃ美味しい。美味しそうに食べるの。全然普通に食べてるだけのつもりなんだけど、ありがとうございます。今顔見えなくなっちゃった。ってことで、そろそろあのなんだっけ、ってことで、そろそろ、うーん、ふん、ふむふむタイムしようと思います。てか、ウェルカムコメントちょっと変えてみたんだ。見に来てくださりありがとうございます。ベルワールドへようこそって
そうで、気軽にコメントしてねって書いたんですけど、気づいてくれたかな。ってことで今からキャッチフレーズをするので、皆さん元気よくあーるってコメントしてくださると嬉しいです。どなたでもぜひとも、ぜひともコメントよろしくお願いします。それではいきます。はい、ふむ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 、私はここにいるので、あーる、ありがとうございます。皆さんにたくさんのルアスマイルをお届けします。新潟県出身、高校1年生16歳のベルちゃんことイソベルアです。よろしくお願いします。ありがとうございます。待って、めっちゃみんな見てくれてる、ありがとう。あー、ありがとうございます。こんばんは、ベルちゃんは、ありがとう。愛してる磯部、ありがとう。愛してる磯部って感じですか。ありがとう。わー、メルちゃんです。気軽にコメントしすぎマンです。全然いいよ、全然いいよ、全然いいよ。本当に気軽に、気軽に、本当に気軽にコメントしてください。あ、そう、3200ね、ありがとうございます。なんかやっぱりこの時間帯結構見てくださる方多いのかな。ありがとう。最近ベルちゃんのことを気にかってる。ありがとうございます、嬉しい。なんかそうなんですよ、そうなんですよっていうか、なんか最近本当になんかね、結構ルアのことを気になってくださる方が多い感じがして、だんだんと。そう、めっちゃ嬉しいの、ありがとうございます。なんでだろうね、なんかしたかな、なんでだろう。ありがとうございます、めっちゃ嬉しいよ。なんか特にそんな何もしてる感じがしないんだけど、なんでだろう、嬉しいです。あ、公演か、そっか、ありがとうございますね。そうだ、新公演もそう出させていただいて、あ、そうだ、あと明日の公演もよろしくお願いしますっていう感じなんですけど、あとは他にも、なんだっけ、他にも、1月の6日 ?1 月の6日も出演させていただくので、よろしくお願いします。よろしくね。お願いします。昼夜と出演させていただくので、よろしくお願いします。昼夜って言っちゃった。昼夜。公園でも目立ってる。本当に?そういうこと?ありがとうございます。嬉しい!嬉しい。なんかさ、なんかそれで言うと、おしゃべりしたことない人とか、なんか、そう、初めて見る顔の人とかが、赤を振ってくださってる方とかもなんかいて、フルで。そう。そう。ぜひぜひ、お名前教えてください。名前とか。うん。ぜひ名乗っていただけると、そう、覚えたいから。あとおしゃべり会もぜひあったら見に来てください。見に来る、おしゃべり会見に来るもんじゃないね。おしゃべり会がね、今後もしあったら、それでそちらもお待ちしております。よろしくね。嬉しい公演で見に来てくださる方、ありがとう。新年明けても出演できるので、その時は来てください。お待ちしておりますね。嬉しいよね。だってさ、新宿公演も出演できる予定だし、1月6日も出演できる予定だし、あとは1月10日だっけ、それも出演できるし、予定では。そう、嬉しいよね。そう、あと明日も出演できるし、あとクリスマスもね。そう、クリスマスの時もみんなと一緒に過ごせるから、クリぼっちじゃないぞ、みんな私がいるで。みんなで過ごそうね。配信とかできたらいいけど、うん、配信できたらしますね。
楽しみだね。ありがとう、アール使ってくれて。クリスマスイブ夜勤、頑張ってね。イブが夜勤ってことはクリスマス当日はあれだね、眠たいね。年越し配信もできたらいいね。本当だよね、したかった。でもさ、多分年越し配信したできたらさ、多分めっちゃうるさいから逆にしなくてもよかったかもしれない。多分ギャーギャー騒ぎ立ててると思う。きたー2024年とかやってるかもしれない。たださえ深夜テンションなの。そう、誰がクリぼっちやねん。クリぼっちじゃないの。誰もそう、誰もクリぼっちじゃないです。イブぼっち分かりました。で、なんかクリスマスはさ、なんかイブとさ、となんかになんか2つあるじゃん。そう、クリスマスイブ は祝う、なんかな、分かんないよね。なんか2日間祝えるってことなのかな。家族に止められる。多分ね、家族も全然年越し配信とかは賛成なんですけど、そう、配信すごい協力的だから。だけどね、そう、年齢が16歳なので、そう、まだまだ16歳なので。高校1年生やらせてもろてるので、だから配信ができないんですけど、なんかさ、年越しのさ、年越した瞬間を動画撮ってそれをチャットとかに送るのも無理なのかな。それもダメかな、もしかして。ちょっとそれしたいかも。聞いてみるわ、スタッフさんに。配信じゃないけど。ね、クリスマス3回ある。何24、25、26ってこと？ふむびも入れちゃった？そういうこと？イブはあゆ太郎さんのイベントでぼっち回避。お、これはぼっち回避だ。めでてい。みんな回避しよう。公演も待ってるよ。うんうんうん。I love you. ね、でもさ、年越し配信ができるときは、今の19歳の代ができるってことですよね。17、18、19、あと3年待ちます。ちょっと長いけど、そうだね、その時にできたらいいね。うん、うんうんうん、やっと仕事終わってきたくな。お疲れ様です。お疲れ様、こんばんは。ね、30日の公演も、あれ、まだ受付やってるかな。30日の公演もお待ちしております。今日までとか、もしかして30日の受付って。そう、30日昼公演出演させていただきますので、みんな来てね。みんな来てね。てん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 。昼がラストない声。そうですね。ルアはそう。あれ？ルア？あ、違う。ルアもじゃなくて。前回お昼しかないもんね。よろしくお願いいたします。今年も終わりですね。そうですね、気づいたら年越して、そうだね、気づいたら公演とかもいろいろ特別公演やって、気づいたら2月とかになってるんだろうね。もう1ヶ月みたいな。そう、多分そんななってると思う。24日思い出いっぱい公演、初めて生で見るから楽しみ。ありがとう、楽しみだね。それはぜひとも待ってます。そう、雪とかも新潟はあるから
本当にお気をつけてきてください。本当に今でもそうだね、新潟県ではその新潟市はねあんまり降ってないかもしれない、その他の地域に比べれば。新潟のね、そうだから車とかね、そう遠いところから来てくださる方はすごいいろいろね頑張ってこないといけないかもしれないんですけど、本当にお気をつけてお越しくださいね。そうだよね、市内も結構積もってるよね。そうだよね。でもね長岡とか結構すごかった気がする。頑張ろう、みんなで乗り越えようね。ちなみにみんなのお家にはさこたつあるの？結構気になる。もうさこたつにみかん乗ってたりする？がさ、もうこたつあったらその上にみかんがあるっていうイメージなんだけど、あこたつあるんだ。いいな、いいな、いいな、いいな。ラーも欲しい。かなり早めにこたつに。あ乗ってる、みかん乗ってる。いいな、ちょうだい。みかんちょうだい。いいな、いいね、いいね、すごい。でもこたついいな。みかんないけどこたつ、毎日こたつむりしてる。かたつむりみたいになってる。そっか。でもね、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 ルアのねあのベッドの上にあれなんだよね、もこもこのなんかもこもこのやつが挟まれました。そうだからね、あったかい状態で寝れます。そう、いつもね寒々しながら凍えながら寝てたんだけど、なんかもこもこのなんかなんだシーツっていうのわかんないけど、なんかそういうのがあったから、そのおかげです。こたつはないけど。そうだね。うんうんうん、眠くなってきた、なんか。めっちゃ眠くなってきた。みかんの皮むくとき切らないように1枚つなげてる。ね、そうだね、なんかラーのみかんなんかね2つに分けます。もうグワンって皮ごと、そうそういう開け方してる。ちょっと変わってるかもしれない。ワイももこもこし一生。サンタさんこたつお願いします。あでもねちょっとお部屋が汚すぎてこたつも入れられないかもしれない。そうだね、リビングに、リビングに置けるかな。うん、そうだね、置けるかもしれない。とか玄関とかにねこたつ。そうだね。みかんの皮跡って何？いやね、分かんない。でもあるよね。でも本当にそんなみかんで、みかんの皮で遊んだことはないな。でもあるよね、なんかなんかの形にするとか。そんなになのか。そうじゃない、みんなさこたつ置く場所あるの？逆に。そうだよね、こたつ出れなくなるから逆にない方がルアはいいか、いいのかもしんない。こたつで平気で寝てそうだもん。そうだそうだ。でも床暖があるから床に張り付きながら寝ようと思います。そうだね、床に張り付きながら寝るわ。ふい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 、こんばんは。かわいい。なんか机の上にこのキーホルダーがあった。定期的にこのキーホルダーつけてるんだよね、バッグに。そう、めっちゃ好き。
これバッグとかにつけるとマジで可愛いよね本当に。つけようっと、またどっかに。あ、そう、中井さんの、そうなの、リカさんのやつ。そう、これめっちゃお気に入りなんだ。なんかこのね、この時の何ガチャがすごい好きで、この時なんだっけ、なんかさ、なんかしてたの、物販してたんだっけ。そう、なんか物販のお手伝いさせていただいて、え、またやりたい、やばい、物販またやりたい。そう、物販、わー、物販のお手伝いさせていただいた時に、そう、公開で、そう、みんなに囲まれながらガチャを回したんです。ユーハと一緒に回した気がする。でユーハピンク出て、ルア白出てみたいな。めっちゃいいよね。来ていいのって、こんばんは。え、物販のお手伝いやりたいな、どうしよう、やりたいやりたいよ。なんかあの時期が懐かしいな。一時期毎回のようにやってたよね。そう、懐かしい。ルアめっちゃ好きなんだよあれ。気づいたらめっちゃ時間経ってるみたいな。そう、めっちゃ経ってるんだ。ベルちゃん、こんばんは。寒いねさっきまで暑いとか言ってたのに、次寒いみたいになってる。やばいね、本当に気候の差が激しい。みんなも気をつけてくださいみんなも気をつけてね。ん、なんじゃなんじゃ。こんばんは。え、もう1時間配信するよ待って、この1時間なんか話したかな。え、すごい、あっという間だ。ありがとうございます。すごい、なんか歌おっかな、せっかくだし。なんかこんなに配信できる時間ないから、よいしょ。今すごいあれなんだよね、スーパーの音楽が流れてる今頭の中で。よいしょ、おいね、てかね、最近 ZOZO タウンをね新規会員登録したんだけど、すごいねセールやって、なんか今どこもセールやってるんですか、もしかして。なんかさ、ナンパオフとかなってる、いろんなところ見るけどサイト。そう、なんでだ、年末ってそういうもんだな、なんかな。ではネットショッピングしたことないからさ、何、違う、したことはあります。そう、なんか今年になってし始めたから、そう、年末のそのセール感覚が分からなくて。なんか年末ってそういうもんなの。あ、在庫、そっか、年末でなんか入れ替えるからってこと、だからなんか安くなってるのか、そういうことか。へえ、みんなもなんか買ったの。ルアはこの後携帯ケース買うけどそういうことか、確かに。そうだね、みんななんか買うのかな。あ、でも裏、あれだよ、その一昨日はなんかキーホルダーみたいなの買っちゃった裏基本的にバッグにキーホルダーはつけないタイプなんだけど、なんか可愛いキーホルダーがあったからそれ買っちゃった。それくらいかな、でも買ったのは。みんなもなんか買ったものとかあったら教えてね。
ってことで何を歌おうかな。何がいいかな。え、何がいいかな。どうしようどうしようどうしよう。え、セールではないけど冷蔵庫買った。冷蔵庫の中身は何だろう。空き缶パンク、あーいいね空き缶パンク歌。え、てかさ、そうだ、てか前回の空き缶パンク私口が回ってなくて本当になんか私は歌えてたつもりだったんだけど、あんたは正直一回作り笑いのふぬけやろうってあれ言えてなかった、本当にすいません。なんかね、ふゆけやろうみたいな感じになっちゃってた。本当にそう、ちょっと次ね歌える時があったらもうはっきり歌いたいと思います。あんたは正直一回作り笑いのふぬけやろう、ぐるぐるテイ、あ、ぐるぐる、あ、セカオ？いいね！てかみんなぐるぐるテイできたかな？ありがとうございました前回のぐるぐるテイの時は。ね、ちょっと映ってギリ映ってた、ギリテイ映ってたかな、あれどうなんだろう。そう、でもぐるぐるまで映ってた確実に。ドルルルルド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 ルルルン、あ、世界はどこまで青空なんだろう、あ、ここから地平の彼方に目を細めた、あ、どこかで誰かが泣いてはいないか、日差しがこのまま続けばいいけれど、晴れていてほしい、澄み切ってほしい、悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる、あ、突然予期せぬ嵐が来たって、あ、あなたは絶望をなんかしてはいけない、待っていてほしい、見上げててほしい、この空は立ち直ってゆく、太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光輝く、oh oh 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 oh, 遠くまで愛を伝えよう、だけの真実、恋人や星を見ているか、新しい明日の兆しを、全てを枕にしてから、みんなでやり直そうぜ、おいで。できたみんな。あ、世界はどこまで青空なんだろう、あ、ここから果てまで朝を長い、微笑んでほしい、泣かないでほしい、幸せになってほしいよ。
嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ。僕たちは叫び続けよう。争うことのない世界へ、青空を僕は祈ろう。ちょわ、ありがとうございます。ありがとう。これはオーディションの最終審査の時の課題曲で、セカオールアを選んでそれを歌ってたので、いつかあのセンターでなんか後ろ向いて微笑んでほしい、泣かないでほしいっていうのをいつかやってみたいんですよね。そう、そのくらいちょっとね、センターなれるように頑張りたいですね。セカオのセンターは特にやりたい、やってみたい。あれすごい、なんかあのね、ダンス振り付けもめっちゃ好きだし、あれすごい好き、最後のやつ。でもさ、これはさ、やっぱりなんだっけ、フルじゃないと見れないんですよ、あのシーンって。シーン、そう、あの場面か。そうだから、ぜひとも公演で見に来てください。あのシーンめっちゃ好き、大好き、あれあとこれもやってみたいし、頑張ります。45分、あと1曲歌おうかな。じゃあね、あれかっこいい、あれ、そうだよね、ラオも大好き。あとさ、おー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 こおーおーおーってやってるじゃん、うはうはってやってるじゃん。あれがその荻岡さんのへこたれないのポーズをやってるんです。あれが本当に、そう、なんか似てるなとは思ったんだけど、あの、そう、それがね、そう、なんだっけ、フリ、あ、アイドル、ん？なんだろう、ダンスの先生がそれを言ってて、わあ素敵だーと思って、そう、やっぱり素敵だーと思いました。ってことで、なんか歌おうと思います。何がいいかな。ぎこちない通学電車とか歌うかな。これはそう、今はあの新公演で季節ブロックで披露させていただいている曲なんですけど、これはワンハーフで披露させていただいてます。でもフルで今は歌おうと思います。ポチッとな。冬だ、ちなみにこれ時やってます。駅のプラットホーム、電車が近づく、運転席の窓がキラリ反射した。冬の重たい空気をかき分けて進むように、君と一緒に朝がやってきた。いつも同じ顔ぶれの乗客の中に、定位置の君を確認して、わざと少し離れため息ついた。僕はそれでも幸せに思えた。だけど認め合ってもリアクション困ってしまう。不意に胸がキュンとして、目をそらすしかない。心を見透かされる。なんて気持ちないんだろう、なんて不器用なんだろう。僕はドアにおでこをつけ、すごいスピードで過ぎる街をぼんやり眺めてた。なんて気持ちないんだろう、自分でも気づいているよ。そっと遠くから好きで
ある日君が定位置にいない日があって、僕は心配をしてしまった。真っ暗なトンネル入ったようで、この世界から輝きが消えたよ。腕にギブスしているその姿見た時に、いても立ってもいられず、どうしたんですかって思わず聞いたんだ。なんて大胆なんだろう、なんて勇気あったんだろう。君はもちろん驚いてた、だけど自転車で転んだこと教えてくれたよね。なんて大胆なんだろう、僕だって想定外だ。名前知らぬまま好きでいた。振り返ってドキドキしてくる大胆な通学電車。説明できないや。なんてぎこちないんだろう、なんて不器用なんだろう。僕はドアにおでこをつけ、すごいスピードで過ぎる街をぼんやり眺めてた。なんてぎこちないんだろう、自分でも気づいているよ。そっと遠くから好きでいる。いつの日に卒業をするまでぎこちない通学電車。ありがとうございます。団子丼が団子丼って感じで、ぎこちない通学電車でした。ありがとうございます。やっぱりいいね、なんか歌詞がすごい好きなのこれ。釣り革持って横揺れる振り付け好き。あ、確かに。ぎこちない通学電車か、いいよね。てかルア歌ってるときマイク近すぎかな、ごめんね。もうちょっと外した方がいいのかな。なんかすごい自分の声がめっちゃ聞こえる。わあ、ありがとうございます。絵が浮かびます。おー、本当にね、冬って感じがしていいですよね。わあ、ってことで52分、もうそれ終わろう。渡り鳥とか歌いたいけどさ、あれだよね、高いんだよな音程が。せっかくだし歌おうかな。これも季節ブロックなので、今日も可愛すぎて困ります。え、本当にありがとうございます。嬉しい。こんばんは。なんかすごい見に来てくださる方多くなった。しかもあって、なんか星がすごいことになってる。ありがとうございます。やったー、ありがとう。みんなたくさんありがとう。てかギフトもありがとうございます。歌ってる時とかもね、ありがとうございます。じゃあ本当にこれで最後にしよう。もうちょっとで7時なので。こんばんは。え、すごい星が4635。
え、気づいたら何人見てくださってるんだろう。ありがとうございます。じゃあ喉に優しい歌い方で歌おうと思います。やった、ありがとう。どこまで行けば夜明けが見える。暗闇の中で汽車を待つステーションに。思い出だけじゃ生きていけない。明日のために愛を探しに行こう。私たちはずっと夢を見続ける。渡る鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。今風に逆らい進もうとしている。渡る鳥たちに地図なんてない。ひたすら翻弄的にいくつもの荒波を大陸を目指す。向かいのクラス好きになれずに、あれから何度か絵の落としただろう。記憶の底疲れ果てても休めなくて無理した日々。今になって分かることがある。季節が巡り旅は始まる。僕はどうしてゆくのだろう。この羽は自然に動いてしまうよ。季節は巡りたくましくなり、若さは道を切り開く。懐かしいお面のはふるさとを覚えている。夕焼けの美しさ。これやってみたい。行ったり来たりしてるのは飛び出した街と憧れた街。窓の景色は変わらない。まるまる自分だけは変わった。大人になるっていうことは何かに戻ることですか。刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来る。心の羽羽ばたくこと。過ぎてくとき感じないまま大人に。僕たちは今どこにいるんだろう。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。風に逆らい進もうとしている。渡り鳥たちに地図なんてない。ひたすら本能的にいくつもの荒波を諦めるか。
チパチありがとうありがとうございます。ふう、ちょっと高かったね。ありがとうございます。これもあの公園でやってるのでぜひぜひ聞きに来てください。こちらもワンハーフなんですけど、ぜひ聞きに来てください。飛んでるとこ見えた、ありがとう。これもいつかあれなんだよね、飛んでみたいんだよね。でもね、支える側もできて嬉しかった。アンコールあるアンコールありがとうございますってやつ。アンコール、え、何が聞きたい逆にみんな。そう、ね、飛んでみたいよ。なんかあるかな、新公演の曲。うん、蒸発、蒸発無理そうだな蒸発はできないな。あのさや別、あの別か、うんうんうん、ね、蒸発もいつかねやってみたいんですよ。ユニット回ってきたらやってみたいなって思ってます。泣きベストないんだよね確か。そう、え、なんかカラオケもっと欲しいな。そうだ、あの日のやんちゃな少年よ、汚れなき世界へ連れてって、限界なんてないんだよ、やってみなきゃわかんない、泣きベスト書くまで夢を見ろ。いいよね、この前歌ったパートは。山があっても乗り越えて、川なら泳いで渡って、深い森さえ躊躇せずに方向がないままってやつをやりました。あれすごい好き。てかソロパートの結構緊張するんだよね、ユニットとかソロ、特にソロ。おいし、うまいかわ、いや、うまかった、ありがとう。アカペラの方が歌える説あるのかな。それはないか。よっしゃ、行くぞ、ポイ7時過ぎました。ララ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 ラ、何度も見たことのある、雨上がりの道なのに、今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに見えるんだ。君が遠い街へ引っ越すなんて突然言い出すから、胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ。あのさ、いや別に言葉にはできない、 I love you、 幼なじみはなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、このままでさよならかなと鬼が誘わり、そんなって言ったら引き止められない、涙が空から、ねえ、虹に願いを見たらいつの日か叶うのかな、君ってさいつでも変なことを昔から思いつくよね、流れ星
と違うと笑ったけど、どんな長いするつもりとして僕に触った微笑んで、いつか会いに来て。それってどういう意味？どこかにいたって会いに行き、ずっと前から大好きでした。ちょいと気づくには近すぎたね。こんな関係壊したくない。抱きしめなきゃ悔やむのかな。友達で終わっちゃいそうよ。一番恥ずかしいこのタイミングだけど、この曲が切迫感の日々。どうするこのままさよならか。そう、ちょっと待って。言葉にはできない I love you だから、いきなりキスしちゃいました。言葉にはできない I love you、 幼な何か恥ずかしい。どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい。そのままでさよならかな。今日みんなそうそうに僕だけ生きたら止められない。涙でそうだから。ありがとうございます。あの際は別にでした。ありがとうございます。めっちゃやばい。歌ってて楽しいですね。これは非常に。ベルちゃんがあの別のセリフで言ってみたいのはどれ。なんだろうな。でも意外と全部なんかタイミングがつかみづらくて、そう、ちょっと待ってが一番やってみたいかもしんない。ちょっと待ってちょっと待ってって言ってみたいかも。うん、そうですね、それかな。うん、ちょっと待ってではないそこに手は入らないんだけど、ちょっと待ってはないんだけど、ちょっと待ってって言ってみたいですね。はい、ってことで、よし、7時過ぎたし結構配信できた、よかった。今日は言葉にはできない I love you、 幼なじみはなんか恥ずかしい。ってことで、そろそろ終わりたいと思います。みんな5時半からの配信たくさん見てくださった方ありがとうございます。もしかしたら最初から最後まで行った方もいるかもしれない。それは非常にありがたい。すごい雑談をたくさん聞いてくださりありがとうございました。とっても楽しかったです。もうこれ以上今日はね配信しないんですけど、あ、ちなみに一応今日さ、あれかな、両席祈願しとこっかな、明日の。はい、それではさせていただきたいと思います。明日の皆さんの席がいい席でありますように。よし、これで皆さんの席がセンターブロックの真ん中にいるはず。真ん中？違う、真ん中から前の方にいるはず。うん。ね、でも前回すごいみんなの両席が聞いてたかなって、結構聞いてた方だと思う。そう信じたい。そうだから明日もぜひともみんな両席で見てねはい、ってことで明日の朝も配信する予定ですので、その時も両席祈願をしたいと思います。ってことでスクショタイムをしたいと思います。やばい、なんかすごいすごい、なんかおいしょよいしょ、なんかすごいめっちゃ耳かけてたちょっと
でも意味かけないバージョンのスクショタイムでいいかな。よいしょよいしょ、てて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 てってことで、スクショタイムします。うんうんうん、歌ったから歌う。うんうん、なんだろう、あと今日何の話したかな、なんだろう、ありがとうございます。ってことで男女の方は見上げさせていただきたいと思います。13位小型の大型氏ありがとうございます。12位アイコス氏ありがとうございます。11位フルタン氏ありがとうございます。10位よちくん氏ありがとうございます。9位眉毛氏ありがとうございます。8位ケイタ氏ありがとうございます。7位ポンポン氏ありがとうございます。6位マスオ氏ありがとうございます。5位ハッピーアイスクリーム氏ありがとうございます。4位ヒロ氏ありがとうございます。3位ほっぺさん氏ありがとうございます。2位リュウ氏ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポイアイスラスマイル氏です。ありがとうございます。ぐるぐるテイだって、ありがとう。ぐるぐるテイしてくれたよね、ありがとうございます。また公園来た時やって楽しかった。あれぐるぐるテイまたいしましょう。体調気をつけてね。うん、ありがとう、気をつける。そうだよね、気をつけます。みんなも気をつけてね、本当に寒さでね、そう崩しやすい時期だから気をつけてください。ありがとう、アイスラーサマイルシってことで終わりたいと思います。それではこの後私はお仕事を頑張ってこようと思います。みんなも今日はお疲れ様でした。またね、ありがとうございます。またねバイバイ。そうだ、これ自分で切らないといけないのか。いつもさ、そう、あの切ってもらってるんだけど、なんかそう10時過ぎると自動的に切れるんですけど、自分で切らないといけない。ありがとうございました。またね、ありがとう、頑張ってね。ありがとう、頑張ってきます。またね。